政経書院池田総案明治11年9月24日は、江戸時代末期の儒学者。通称は帝蔵、幼名、歌なり、田島正人と称えられた。田島国養府軍宿並村の組頭、池田孫左左門の三男として生まれる。幼少期に母と死別。文政六年、田島の高野さんと呼ばれた、名冊、万福寺に入り、第53世住職。 広見商人の弟子となる。老子は高原商人。宋名は広志保。字はノリオと名乗った。広見商人は、この時期、老子、宗子、藩彦、純子、春秋左伝、諸教、四書などをはじめとする儒学の本八十一冊を購入し門邸の指導に当たっている。また、広見商人は、自らも仏法太平館秘密洋館 失誕章創傷苦絶、新言律行問答等を表す学に引い出た構想であった。万福寺は空海の開いた学校、草芸七人の教義にのっとり仏教と儒学を教えていた。これは内転と外転の目指す方向は同じで、到達点も同じであるとする考え方によるもので、万福寺においても儒学は必須科目の一つであった。広見商人は、広谷村の王将や、 大橋荘衛門家に、京都の儒学者、相馬九方が滞在していることを知り、天保元年、門弟に、儒学の講義を学ばせたが、荘安は、次第に、仏教よりも儒学に興味を示し出産を願い出た。しかしこれは、仏、字を共に学ぶという考え方からは隔たったものであり、聞き入れられず、ついに、天保二年、荘安は寺を出本し、原則、九方を追って、 京都へ向かった。そのため、満腹寺には、修行が達成したら、草案に与えられるはずであった、中野院流伝樹木録兵器気,気垣、広志穂が、今も残されている。聡明の、広志穂を、改めて、池田定蔵王と名乗り、京都で旧方に入門。学問に励む。次第に儒者として名声が高まるや、郷里から、地元の教育に尽くしてほしいとの要望が高まり、 天保14年、壊れて郷里に戻り、弟子の教育を始めた。最初の門人には、北垣国道、原六郎ら後に大成した人物がいた。校歌4年、私塾、成型書院を開きして共々も共同生活を行い知識と実行を兼ね備えた人間の育成を目指した。大正4年、14位を追蔵された。ありがとうございます。